今日はせっかく宮崎に撮りながら始めさせていただきます。エンジンの上の位置がごめんなさい。あと水です。これも開けましょう。はい、今日はこれ小布施町って。ああ、ありがとうございます。栗菓子上と目立った方がでも楽しい。またどうして新車を思い切られたというか。いや、まあ消費税消費税ね、消費税がまあ一番ですね。 10% はい、もう今ぐらいに買わないともう買った最後かなっていう感じですね。この古い機械もかなり使ったんでしょう。もう中古で買って10年間。ああ、10年ね。こっちは稲荷の畑ですね。これ今、根が出てる。これは草をこれだけ長く、本当その理由っていうのはその何なんですか。まあ、ちょっと高温しそびれてる。あ、高温しそびれてる。ちょっと入ってます。皮膚したばっかり。これは日よけ？風よけですか、これ。これですか、うん、これは雨よけです。雨よけね。もうこっちものすごい雨が降るんで。あ、だからか。あ、防潮ネットっていうか。これはイノシシ。イノシシネットだ。で、これ電気流れるんですか。電気は流れないですけど、もう、うん、去年ここは壊滅的にやられて。あー、それでつけたんですね。あー、これがワイナリーの、これはワイカー下でですね。もともとあの下に何段かの、こう今2段ありますけど、あの横に3段。ありがとうございます。やっぱ海があると違いますか？違います。長野の人はね、もう海に見ちゃうとね、もうウキウキしちゃうんですよ。スノーワイナーでした。レストランさんですね。ドライって何？ドライってなんか、ちょっと甘口なんですけど、うん、めっちゃ甘くないんで。違う、帽子伸びてきてるすごいんですよ。どういう時にもらえるのこれ。わかんない、なんかお刺身に合うよって言ってね。なのでおすすめです。ありがとうございます。はい、はい、そんな飲んじゃいけないですね。あ、これがもうどうですか。甘いです。それでとにかくすっきり割と失敗してるんですね。で、次から次へと。死因のレベルを超えてます。いい飲みっぷりですね。まずいじゃない。飲みすぎてまずいっていう。これ運転できないから。いただきましたですね。あ、こんにちは。すいません、ちょっと取材させていただきながら申し訳ないです。申し訳ないです。浮かさず。これあのラベルを貼ってさせるまたぜひ必要な機会ありましたですね。多分かなりちょっと待ってくださいね。安く農場の担当のやつがなすなんか出てこない。いいです。またぜひ来るきっかけを作らせてください。